最近元大関っていうの多いですね。確かに、さあこちらこの強い当たりからの勝ちのシーン、左上手が取れない、突き押しでは玉鷲、この相撲押し通しました。土俵際、あ、大丈夫か、大丈夫か、玉鷲刀で、あのちょっと太ももあたり押さえてるんで、はい、あそこにぶつかったんじゃないですかね、うん、はい、まあ、立ち合い栃ノ心当たっていってるんですけどね、はい、何せ状態がちょっと高いですよね。なので玉鷲は押し相撲なんで押しやすいですよね。あれはもう形が玉鷲、はい、まあ、土俵際、まあ、まあどうにかこう突き落としかないんだけど逆転しようと思ったんですけど、やはりね玉鷲の方がまあ足前に出てますんでね、そういった点ではね玉鷲はいい相撲でしたね。ここちょっと押されたんですけどね、ここで引いてるんで、はい、うん、引くということは呼び込んでるということなんで、うん、そういった点ではちょっと栃ノ心前に出たかったですよね。ここ当たってますよね。